テスト用紙を回収する。あんな簡単に問題を盗み出せなかったよ。それって反則だろ。あんた本気で言ってんの？つまりその間に職員室から試験問題を盗み出せってことだろ。全然聞いてなかったぜ。これぐらいのテスト勉強しねえでも余裕だってばさ。さすがボルト君。所詮試験は試験、どうせ大した問題じゃねえって。渦巻きボルトは満点か。一子同人。チャクラが全然足りてねえって。やっぱり実戦じゃ使えないかな。しの先生。そのハチマキはお前たちの命だ。ここで今から俺たちと戦ってもらう。これが壊されたら私たちは戦闘不能になるわ。全然大したことねえって。六代目。一応みんなの前では六代目って呼んでよ。面倒だけど俺が試験官だからね。カカシのおっちゃんってばもう引退してんだぜ。だから六代目。問題児集団だってね。だから俺が試験官になったんだ。いらないって言ってるんだよ問題児は。俺が見てやるよ。俺からこの鈴を奪えたら合格ってことにしとこうか。面白いじゃねえか。俺たちの実力見せつけてやるってばさ。だからこれ一つだって言ってるの。今のご時世人手は足りてるんだ。合格者が出なくても問題ない。お前たちが足を踏み入れたいと言っている世界は一歩間違えば死ぬこともある。六代目にたどり着くにはまずこっちを突破しないとね。私も俺たちを殺すつもりでかかってきなさい。見せてもらうよ。そんな必要ねえ。あっという間に決めてやるってばさ。親子揃ってせっかちだね。まあいい、このままスタートするぞ。あ、待ちなさい。誰が仲良しごっこだ。俺は今年こそ忍者になるんだ。ヒノベイたちを牽制させて自分の体力を温存するつもりなんでしょ。温存。あ、さあ。まずどうやってあの鈴を取るか考えなきゃ。んなのそん時考えりゃいいじゃねえか。ボルト。ボルトらしいね。ミツキ、六代目に発信機つけてたんだ。やるねえ。しかない。忍者になんないとパパもママもうるさいしね。すぐ近くだね。部分倍化の術。無視。やられたね。まずいな。途中の障害は協力して排除した方がお互い効率的ですしね。それこそ甘く見られたもんね。うわっ。待てボルト。狙うは合格点のカカシのおっちゃんただ一人だぜ。本当にそれが正解ならそうやすやすとボルトを行かせたりしませんよね。キュートントライトンヘビミカズ、僕は先生とやりたいんだ。と、じゃあ先行くぜ。さて、六代目はどこだってばさ。あはい。このまま合格いただきだぜ。ふん。やべ、仕方ない。いつの間に、あんたたちもなかなか甘くないわね。こういう試験はあまり興味がないかと思っていたが、僕はボルトを助けたいし
一緒に合格して忍者になりたい。少し本気にならないといけないようだな。前に見た時より随分小さくはなったが、厄介なものを。お前さんたち親子はよく似てるね。似てねえよ。ここまでできるとは、さすが奴のことを言ったところか。僕にはどっちでもいいことですけど。ボルトがもう決着をつけているかもしれませんけどね。それはない。アカデミーを卒業する前にここまでやるとは。だがダメだね。お前は忍者に向いていない。行くぞ。いただき。危うく鈴取られるところだったよ。下人、いや中人クラスの実力はあるだろう。教えてやろうか。自分の腕を折るんだよ。動機とはつまり覚悟だ。金が欲しい、褒められたい、忍者を最後に支えるものが動機から生まれてくる覚悟だ。あんたに俺の何がわかるんだ。今年のアカデミーの生徒たちは揃いも揃ってひどいもんだね。いざ任務についてもむざむざ殺されるだけだよ。まあこれも忍者の厳しさってことで。蹴りにかずし。やられたね。大丈夫か。俺はいい。それより美月を。みんなすまない。俺のせいなのかも。だって俺腕折れなかった。腕？てめえ、俺たちはお前のせいでダメになった。バカにすんじゃねえぞ。お前がいたから俺はここまで来られたんだ。お前に助けられた俺をお前にだってバカにはさせねえ。ボルト君がいなかったらきっと今生きてすらいないよ。自分のことより俺たちを逃がすために必死になってくれた。お前を中心にした今のクラスの連中をお前はそんなに悪いと思うのか。美月、大丈夫か。なんとかね。お前は強いな。そうかな。俺はみんなと一緒にいるために忍者になるってばさ。もうアウトになっちゃってるし。ハチマキを取られない限り何度でも挑んでいいってことだよね。それに手負いの私たちを追ってこなかった。これは覚悟を試す試験だからだよ。これは普通の試験じゃねえ。これは俺たちのため。ああ、みんなで合格するぞ。これで助けに来なかったら全員不合格だ。そうですね。来たわね。まずはみんなを助け出して戦力を取り戻すってばさ。ニンポ猫かぶり。この反転ブー。私にはそんな力ないよ。ありがとな、助かったわ。いえいえ、当然のことをしたまでです。油断しすぎだぜ、このハマルの兄ちゃん。現実か。はい。まいったよ。さすがシャリンガンと七代目譲りの悪知恵だ。これ
みんなは今6代目を探してる。よし、待たせたな、カカシのおっちゃん。なんだこれは。待て待て。なるほど、意表をつくだけだね。それとも束になってかかれば倒せると思ったの？今だ！どうですか？なかなか強力な封印術でしょ。早く鈴を。さすがにまずいな。試練。全員合格。でも俺たち鈴取れなかったし。ああ、これね、忍者の世界は厳しいけどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。この試験は仲間を切り捨てれば不利になる。はい。今からお前たちは下忍だ。